美しさに迫力四眼カメラ夜景も人も美しくネオンポートレートトレ思い出を倍にするアウトイン同時動画撮影カメラで選ばれたい「o p p o r e n o 5A さあ早速なんですけれども、はい、新 CM 皆様にご覧いたただきました今回はあの前回までの CM と違いましてだいぶこう雰囲気が変わった感じしますよね確かに今まで OPPO の CM に出演させていただくときは明るい雰囲気のものが多かったんですけど珍しくスタイリッシュな雰囲気ですごく嬉しかったです。<laughs> 大人っぽい雰囲気でしたもんね確かになか普段ミュージックビデオとかも撮ってらっしゃる監督だったのでそれもあってかなりアーティスティックな感じになっていると思います確かにアーティスティックな世界観でした、ね、<笑><笑>そうですね指原さんはあの今年でオッポのイメージキャラクターに就任されてから3年目ということで周りの方からの反響反応というのはいかがでしょうかやっぱり偶然にも名前が一緒っていうのもありあの すすごく反響もありますし何より家族に携帯をプレゼントできたのがすごく嬉しくってあの実際にあの初めてもう3年前になるんですかね初めてこうやってイメージキャラクターになってから母が東京に3年前ですね来てくれた時にその自分のおっぽのの看板が渋谷にあってそのおっぽのカメラで母が撮ってたのがすごく印象的であなんだか嬉しいなって気持ちになりました。 インスタもやっぱりこのアプリされる時もリノシリーズを使われてるということですね,、うん、そうですねインスタも基本的にはリノシリーズの 撮ったものを使っているんですけど、うん、あの本当に自然漏れがすごくて自然漏れって言ってもあの加工がもうなんか言い方があれなんですけどもぶっちゃけますと加工が級に綺麗になっについていて <laughs> 本当に漏れるのでよくアプリを使って自分を、ね、こう加工する人とかもいると思うんですけどもともとカメラに搭載されてるので、うん、そのボタンを押すだけで画質が全然悪くならず漏れるのでありがたいです。さあそしてささんといえば まご自身で撮影される写真や動画というのが、あの、ご覧になっている皆さんから美脚。スタイルが良いと、非常に話題になっております。そう言われて、今、足出してると、めちゃめちゃ痛い,痛い。<laughs> いやいや、いや、マジで、美魔女の膝みたいな、書かないでくださいね。<laughs> 悪口、絶対お願いします。<laughs> それ、悪口なんでなん一応、悪口に当たるの、なんか、い、なんか、褒めつ、褒め風、悪口みたいな、書きそうだから、お願いします。<laughs> <laughs> も本当にこう実際にお会いしてあの美脚ですスタイルがいいなというあの美肌でもいらっしゃいますしあの少しでもこう指原さんに近づけるようにこの画像や動画を撮影される時の意識しているポイントなどがあればぜひ教えていただきたいんですけれども。でも私本当に 自撮りが上手くって、もう世界で一番上手いなって自分でも思うぐらい上手なので、ちょっとコツを言い出すと難しいんですけど、正直やっぱりカメラの画質とそのどれだけ持ってくれる力があるカメラなのかっていうのが大事なので、このね、本当に伝えたいのが、OPPO のカメラって AI ビューティー機能がついてて押すだけで。 盛れるのでその角度あと撮りながら褒めてくれる人がいるのが大事ですよねいいよいいよ可愛いよかわいいよかわいいよかわいいよ,いいよ,いいよって言って100枚ぐらい撮ってくれる友達がいるのが大事かなって <laughs> <laughs> 思います、まあ、常に前向きな指原さんを支えているものについて今日事前にフリップにお書きいただいたということですよね。ははいこここちらでですすじゃん梅梅干干ししれれねあのに ずっっとハマてで今日もなんか高級梅干しみたいなのが楽屋にあってもう本当に美味しくてでもう数年前からずっと大好きで,で実はその梅酒とか梅シロップも家でつけたことがもちろん個人で楽しむ範囲内ではあるんですけど作ったことがあってでちょっと前にあの村重杏奈ちゃんっていう HKT48 のメンバーと宮脇さくらちゃんがあのお家に遊びに来る機会があったのであのちょっと出したんですけど。 あの本当に全く何にも感想を言ってくれなかったので <laughs> あの多分うまくいってなかったので今年改めてつけ直してあの2人をうならせるぐらいの梅干しを作りたいなと思ってます梅干しから作られるんだ <laughs> あの梅干しでも作ったりとかシロップとかつけたりとかしてたんですけど全然感想を教えてくれなかったってことはあんまりおいしくなかったってことだと思うのでちょっとあの2人うならせたいなと思いますあ<ー>まあちょっと先輩が作ったもん感想言えよという気持ちでは。 <laughs> あるんですけど <laughs> あの2人の正直な気持ちを受け取ってちゃんとおいしく作れるように頑張ります。